皆さん相手が居ついたところっていうのをちゃんと見極めることってできますか？それってなかなか難しいと思うんですよね。その相手が居ついたところっていうのを見極めるその練習方法と、その代表的な相手が居つくタイミング、それについて今日はお伝えしていこうと思います。皆さんこんにちは、剣道ステップアップチャンネルの K です。この動画ではこの剣道ステップアップチャンネルというサイトの剣道の考え方、その中でも打つべき機会シリーズ、相手が居ついたところ、こちらについてお伝えしていきます。この剣道ステップアップチャンネルでは、剣道をやったことがない方から剣道を10年以上続けられている方まで、皆さんにお楽しみいただけるような動画をこのようにどんどん投稿していておりますので、ご興味のない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。If you want to know about Kendo in English, you can translate this website by this English button. If you have problems about Kendo, please comment to this video. はい、それでは今日は相手が居ついたところ、こちらについてお伝えしていくんですけれども、この打つべき機会シリーズは、まず根幹となる打つべき機会と攻め、こちらの動画ですね。こちらをまず見ていただいて、この動画を見ていただいた方が、皆さんの理解が深まると思いますので、ぜひこちらを最初に見てからこちらの動画を見ることをお勧めします。はい、それでは今日は打つべき機会の、中でも相手が居ついたところ、こちらについてお伝えしていくんですけれども、相手が居つくってどういう瞬間だっていうことをしっかりとこう言葉で伝えるっていうのはなかなか難しいと思うんですが、イメージで言うと、相手が居ついたところっていう場面だと、あなたが例えば面をダーンって打ったとしますよね。その瞬間に相手がこう何も反応できずに、ただ腕ぐらいはちょっと動きますけども、そのままパンって打たれちゃうっていう、もうああちゃんと反応できなかった、居ついてしまったっていう機会のことを居ついたなっていうふうに感じてらっしゃるんじゃないかなと、私はそういうイメージがあります。で、その居ついた瞬間って、もう普通に立ってる時と本当に居ついて何も動けない、ちゃんと反応できる、静かな姿勢と反応できない静かな姿勢って、パッと見なかなかわからないんですよね。で、それがどういうふうにこう相手を見極めて、今居ついてるかなっていう機会を見極めて、勝負できるかっていうところが難しさだと思ってるんですけれども、今日はその居つきに気づくための練習方法で、私がこれなんじゃないかなというのをお伝えしていこうと思います。その練習方法っていうのは、普段の試合、練習試合、自稽古とかそういう中で、まずですね、この一足一刀とかで硬直してこうやーってこう構い合って動いていない状態でですね、まずはここなんじゃないかなっていうところで、打ってみるってことですね。なかなか何もないところで、特別今詰め勝ってるわけでもないんじゃないかなとか、何とも言えない構い合ってる場面ってあるじゃないですか。で、その時にここは打ってもしょうがないなっていう機会っていっぱいあると思うんですよね。で、そういう時皆さんなかなか打たないっていうことも多いと思うんですけれども、ここのタイミングでとりあえず練習なわけなので、打ってみるっていうことをやってみるといいんじゃないかなと思うんです。で、私もそれをやるようにしてから、あれ、こんなところ一本になるわけないと思ってたのに、とりあえずこう捨て身でバーンって打ってみたら一本なっちゃったよっていう場面がやっぱりあるんですね。結構あって、で、それをこう繰り返していくうちに、今結構この場面って相手が居つく機会なんだなっていう風に感じたんですよ。で、これをなかなか最初はわからないんですけれども、例えば私がこう中学生高校生ぐらいの時に試してやってみてたのは、やーって構え合ってて、相手の足が止まってですね、10秒ぐらい何も相手の足が動いてないなっていう風に見られた時ですね、そういう場面では、そこで何の前動作もなしにいきなりメーンって打つと、相手の
反応が明らかに遅くてですね、面が一歩になるっていう場面は結構あったんですよ。でその機会で言えばほとんど面が一歩になってまして、それはすごく個人的には発見だったんですね。あ、もうこの相手が10秒その場で足を動かさずにいる瞬間に、まあ、できるだけ最速でですね、前動作なしにバンって打てば相手に面が1本取れるんだなっていう、まあ、一つの得意技として確立されたっていうところがあって、でそれを一つの、まあ、技として、まあ、皆さんこの動画を見て、あ、やってみようかなって思うのもそれはそれでいいと思いますし、まあ、それだけじゃなくて相手が特に何も動いていない瞬間、まあ、10秒経たなくたってここだったら相手に打ったらどうなるんだろうっていうのを試すことによって、この相手が居ついてるか居ついてないかっていうトライアンドエラーっていうか、まあ、やってみてダメだった、成功したっていうことを積み上げていくと、まあ、いいんじゃないかなっていうところですね。まあ、それであなたのセンスが磨かれていって居ついてるんじゃないかっていうところの必要なところでだけ捨て身になって勝負を仕掛けて、まあ、打つということができるようになるんじゃないかなと、まあ、その、まあ、居つきっていうところを見極めるのはそういうトライアンドエラーを、まあ、繰り返していく、まあ、それが、まあ、一ついいんじゃないかなと思います。でこの練習方法というのは、まあ、そうやってセンスを磨いていくっていうところなんじゃないかなと。でこれをすることによってですね、普段なんかいつもこう下がってばっかりとかなかなか勝負できないんですよねっていう風に悩んでらっしゃる方、この動画見てらっしゃる中でも多いと思うんですよ。私もこういつ打てばいいのか分からなくて、まあ、手数が少なくて全然1本にできないみたいな、まあ、試合が全然3分の中でちゃんと1本を狙って打つっていうことが全然本数として足りなくて、もういつも引き分け、まあ、負けとかごくまれに勝てるみたいな、まあ、サイクルになってしまって全然勝てないなっていうふうに悩んでた時期があるんですけれども、まあ、こういうふうにですね、まず試しに打ってみるっていうことを、まあ、するっていうことを、まあ、心がけることによってですね、手数が増えて、まあ、それで学ぶこともあるわけですし、まあ、結構それで1本取れるんだっていうふうに感じるいいきっかけにもなると思うので、まずは捨て身で打ってみる回数を普段の稽古からちょっと増やしていくっていうところを心がけていただきたいなと思います。でこの練習方法がまず一つなんですけれども、それに加えてですね、このタイミングだったら相手につくよっていう、さっきの10秒こう止まってたっていうところ以外にも一つご紹介していこうと思います。でそれは、まあ、実際他の動画で一度ご紹介してます。この動画なんですけれども、まあ、なかなかこの動画も再生数ちょっとサムネがセンスなかったのか伸びなくてですね、でも評価、高評価の数はすごく多くって、すごくいい動画だなと個人的には思ってるんですけれども、まあ、何かっていうと相手の足が動いてる途中ですね。相手の足が例えば、まあ、横にしても前にしてもこう体の重心がですねこう移動している途中ですね。例えば右足をこうただ前に出して左足を引きつけていく間の中で、自分の体が、まあ、いつでも動ける体勢っていうのはやっぱりこう普通に構えてるところだったら一瞬で動けますよと。で引きつけた後であればまたその次必要な動きをできますよっていうことはできると思うんですけれども、右足を出して左足を引きつけている、その右足を出してから出し始めてから左足を引きつけるまでの間ってなかなか足が思うように動かないんですね。もともとこう動こうとしていたのに急に相手に打たれてしまうと戸惑っちゃって、この今動いてる途中の足ってどう動けばいいんだろうって言って足が止まってしまうっていうことがあると思うんですよ。なのでその隙ですね、相手がこう足を動かしている途中、まあ、左右に動かしている途中、動かし始めから引き付け終わりまでのその足が動いている途中を見極めてダンって打つと、相手はその場で止まってしまってピクってなってしまって打たれるっていう、それが一つすごくいい、相手が居つきやすい機会だというふうに考えてます。ですので逆にですね、あなたがこう足をいっぱい動かすような機会あると思うんですけれども、
足を動かし始めてからこう引きつけ終わるまでの自分がそうやってる間もやっぱりピンチなんだなっていうことをご理解いただいてですね、できるだけこう引きつけまでのスピードを速くする、もう移動するときにはさっ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 てこうできるだけこう大股でこう移動しすぎない、こう細かく細かく移動するっていうことを心がけることによって足が移動している途中っていう、まあ居つきやすい隙ですね、まあ、そこをまあ、潰していけるっていうところがあると思いますので、まあ、ぜひこう一つのチャンスとして知っていただくと同時に、自分がピンチになっているその自分の隙になりやすいその足が動いている途中っていう機会をまあ減らしていく、まあ、そういうふうにこう負ける可能性を減らしていって、かつまあ可能性というか、かつ方法を増やしていくっていうことを、まあ、組み合わせて進めていくことによって安定して勝てるというところにつながっていくと思いますので、まあ、ぜひですね、その相手が居ついたところっていうのをどんどん、まあ、試してみて、まあ、学んでいただいて、あ、これで居ついた瞬間だっていうタイミングで勝負できるようになったなっていうふうになっていただけるとですね、まあ、居つきって、まあ、いろんな場面であると思うので、試合の剣道の試合の中でですね、いろんな場面で実は相手に居ついてましたっていう機会っていっぱいあると思うんですよ、まあ、その機会を、まあ、落とさず拾ってですね、絶対にここ一本取らなきゃいけないっていうその機会に一本取るっていう、まあ、きっかけにできるかなと思いますので、ぜひこの居つきの機会っていうのを、まあ皆さんに挑戦してみていただきたいなと思います。それでは、今度の稽古の時に相手が居ついたところを打ってみたいなというふうに思ってくださった方、ぜひいいねボタン、またこのように全国出場経験のある私 K ができるだけ分かりやすく皆さんに剣道についてお伝えできればと思ってますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。